とっても BB、又吉舞、宮里蓮、アンナ先生、シーサー、アクターズに通うナナミのクラスメート、アクターズもボーイズナナミの才能に注目している。アクターズのチーフィー、ソーストラクター、アクターズの中心人物、大スターになれる可能性がある人にしか見えない特別なシーサー。私、赤七海、小六、入り表島から、那覇に引っ越してきたばっかり。転校してきて、初めて私も沖縄アクターズスクールの存在を知んだ、たんだ、クラスメートとの毎日、毎日に続いていった、そこで私は、アンナ先生っていう、チーフインストラクターさんに出会ったよ。アクターズには入りたい。やっと自分のやりたいことを見つけたんだ。ところが、なぜかお母さんが大反対、仕方なく、私は直接アンナ先生のところへ行かったんだ。そこで、アンナ先生は私に今のままでアクターズにいられない全国オーディション、を受けてきなさい。で、そして先生の言う私の重大な決断って。とっても BB、又吉舞、宮里蓮、アンナ先生、シーさん。アクターズに通う、ナナミのクラスメート。アクターズのボーイズ、ナナミの才能に注目している。アクターズのチーフイ、ソラスタッカー、アクターズの中心人物。大スターになれる可能性がある人にしか見えない特別なシーサー。私、赤七海小六、入り表島から那覇に引っ越してきたばっかり。転校してきて初めて私は、沖縄アクターズスクールの存在をしたんだ。クラスメートの前にくっついていったインテ。アンナ先生って言うチーフイーストラクター。3人出会う、出会ったよ。アクターズに入りたい。やっと自分のやりたいことを見つけたんだ。ところが、アンナ先生は私に今のままでアクターズにいられない全国オーディションを受けてきなさい。で、そして先生の言う私の重大な検定って、全国オーディションで見つけた私の決断なんだ。もちろんオーディションは合格アクターズに入った私でも、プロとしての人格が足りなくて、今作のメンバーから外されなっちゃった。そんな中、怪我をした、ボーイズの男の子に代わり、私がコンサートに出ることに